マイネームですよ。こんにちは。いや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 、じゃあちょっと改めて皆さんのためにご挨拶をお願いできますか。よわしょびや、マイネー、よろしくお願いします。韓国観光フェスティバル2日目のオープニングを飾ってくださったのはスーパーボーイズグループのマイネームの皆さんでございます。はい、じゃあお一人ずつ改めて自己紹介お願いできますか。はい、あ、久しぶりです。マイネームのチェジンです。よろしくお願いします。久しぶりです。マイネームのジュンキです。안녕하세요마이네임세용입니다뭔가ちょっとキャラが違わない今日。ね、오늘한국イベント인데요。あ、맞아요。今日は韓国のイベントですからね。だから、さっき日本語で잘못해서공부하고있어요。あ、日本語がわからないので今勉強していますっていうね。はい、今準備喋ってますからね、お願いします。被らないでください。だから今日さっき歌った曲も韓国バージョンで、たんまるコリアンバージョンで。あ、ちょっとごめんなさい。他にメンバーいました。マイネームのリーダーゴヌです。ひょっこれでひょっこりはんひょっこりはん、あ、もう一人いました。皆さんシャンプー&インス、おー、マイネームのインスです。あー、今日みんな揃っていやー全然頑張ってますね。大きな拍手お願いします。誰が MC なの。大きな拍手お願いします。でもありがとうございます。まあ、今日今度も韓国でスケジュールがあって、来れなくて本当に僕らも残念ですけれども、まあ、MC が古谷さんだからこそ大丈夫じゃないかなと思います。そうですね。いや、そんな素晴らしいことをね、言っていただきましたけど、でもこの3人新鮮だね、なんか、まあ、今2回目なんですけど、なかなか見せられない3人なんです。ね、でもまあ3人とも中で一番成功が成長したから、はい、ボーカル通して、はい、3人とも活動できるんじゃないかなと。え、ね、あの2人いらないんじゃないかなと。僕今肩に背負ってる方いらない。え、まあまあいたらいいんですけど、もうタオル撤去ですよ。これいらないよ。もういらないの。いらないの。もちろんこの2人のおかげで僕ら3人がここまでまあ成長したんですけれども、うん、やっぱね、ね、そういうことですよ。もう汗拭きようになってしまいましたけども、2人が、でもね、今回はあの韓国観光フェスティバルのゲスト、はい、しかも2日目のオープニング、はい、これだけ朝からたくさんの皆さん、やっぱりマイガールすごいね。ありがとうございます。なんか一つ言いたいことが、僕ら正直韓国の活動より日本の活動が多くて、はい、まあ、日本人か韓国人かわからないぐらいが結構あったんですよ、僕としては。、はい、でも今日はっきり分かりました。僕韓国人で、今日は韓国を宣伝しに来ました。皆さん韓国をたくさん来てください。はい、来てください。でも本当ね、あのマイネームのファンの皆さんはご存知だと思いますけども、このね5人のメンバーみんな日本語ベラベラなんで。いやいやいや、まだまだなんですよ。ベラベラでね、チェジンベラベラだよね。はい、そんな、いや、はいじゃなくて、俺が言ったじゃん、こういう時はそんなことじゃないですって。いやいや、僕は僕のとして、うん、このぐらいはベラベラですよ。、はい、韓国人じゃないですか、僕は。そうそうそう、だからね、はい、そう、日本語ベラベラだということでね、これだけね遠慮しとけって言ってるのに、もう固くなりベラベラだっていうことを言ってますけれどもね。いいんです、いいんです、大丈夫ですよ。はい、はい、大丈夫。そのなりやりな、ってね、ジェジンらしいですけれども、今回のイベントは韓国の観光の魅力を紹介するイベントですから、はい、当然マイネームのみんなにもそれぞれの自分だけが知ってるおすすめの韓国をこれ紹介してもらわないと。場所ですか。場所でもいいし食べ物でもいいし、それはもうお任せしますが、誰から聞く。じゃあチェジンから。僕はじゃあ、청담동という、청담동あのところに、あの토담골というあの韓国の伝統的な、はい、あの食べ物が出るけど、はい、あそこめちゃくちゃ美味しいです。청담동のなんてお店？토담골。토담골？토담골。토담골。はい。これが韓国の伝統の食べ物？いやいや、あのなんか、チャプチェとか。チャプチェとか。だからあれが伝統な食べ物。はい、あ、静かにしてください。韓国らしい食べ物ね。、はい、僕はなんか日本でずっと1ヶ月ぐらい活動したら、うん、あそこは
毎日行きます。あ、韓国戻ったら、はい、でも結構高いよ。結構高い。一人3000円だよ。一人3000円。あ、おう、毎年も稼いでるんだからさ、3000円ぐらい大丈夫じゃん。高い高い、高い。あ、あにゃ、え、あにゃ、一人二人で食べたの。二人で食べるの。あ、もうな、いや、プライベートの話は裏でやってよ。はい、あ、ごめん、ごめん、いつどこで誰と食べたかの話し合いを今ステージで繰り広げてる。あそこ違う、あそこは청담권。あそこはちょっと半分ぐらい安いとこ。で、あれ遅れてしたが東南コール。あそこ行ったらなんかあの日本のあの文字で全部書いてるし、おお、はい、じゃあ観光客にも分かりやすいんだ。そうですね。さすがですね。考えてますね。チャプチェ一皿3000円というぐらい。いや、チャプチェじゃなくてセットセット。いっぱいじゃないですか。チョンシック、チョンシックセットで魚も出るし、スープも3つぐらい出るし、お肉も出るし、ご飯も出るし、いっぱい出るんですよ、結構。じゃあ安いよね、3万ウォンぐらいだったら3000ぐらい。量としてはさ、安いと思いますけど、うん、僕、いや、ご飯で3000円使わないんですね。なんか、千はああいうのあんまり好きじゃないです。ああいう人です。いや、スキアで500円でいいよ。いやいやいや、韓国観光フェスティバルだからこれ。あ、そっか、スキアは日本か。スキアで500円と3万ウォンでその朝食違うの違いますからね。日本ではスキアで500円ですけども、韓国では3万ウォンで定食を食べてるマイネームです。はい、そう、今日は韓国。そうです、そうです、韓国。はい、はい、じゃあいい情報でしたね。準教どうですか。はい、僕は正直なんか最近2人で食べたところがありますよ。うん、あそこは名前なんですか。名前がエンナルチ。エンナルチ、昔のお家っていうね。はい、チョンダームという場所で。チョンダムのあるけど、めっちゃ美味しかったです。それどういう人のおすすめで。あそこは、うん、あの何がおかしいですか。成人がいっぱいしてるから。そう、あそこはね、あのビッグ、明南寿司뭐야。明太子。明太子のあれとトッカルビと。あ、トッカルビ、はい、ハンバーグね、韓国の。はい、なんか安いとこ、安いけど、うん、ちょっとあのちゃんと出るところです。あ、明太子とミョンテアリ、黒スープで食べるの。それ以外にも、もういろんな種類が。直感、直感、直感。あ、直感、うん、あ、あの塩辛でね、はいはい、食べるという。でもあそこも一人1500円ぐらいする。いや、いいでしょ。1500円いいでしょ、旅行だもん。いや、食べ物も家だし、コプラメン、辛ラーメンでいいよ。いやいや、韓国観光フェスティバルだから、韓国の。だから辛ラーメンは韓国の一番有名なラーメン。でも韓国の家でご飯食べるフェスティバルじゃないもん、今日。だから僕が毎日、あの、純喜にああいうところをいっぱい連れて行く理由は、なんか、純喜も好きです。だけど、なんで、せんは僕に怒ってますよ、毎日。なんで僕は連れて行かないのって。なんで、なんで行かないの、一緒に。高いとこしか行かないから。やっぱり高いんだ。いや、高くないです。で、高くないよね。高いです。どっちですか。あ、でも確かに、まあ、そういう韓国って安く美味しいものをね、たくさん食べれるのも一つの魅力なんだけども、うん、ちょっとやっぱりプラスアルファ足すことによってより高級感があってね、そうですね、ゆっくり食べれて。だから韓国に行ったら、うん、ちゃんと出るところで食べたらいいんじゃないですか。そうですよね、せっかくならね、はい、せっかく全部ちゃんと出ますよ、旅行だし、はい、全部ちゃんと出るよって、まあ、そのままですけども、はい、で、美味しさ、美味しさ、美味しさね、そうそう、間違いない、間違いない、はい、さあ、うん、千くん、僕は食べ物に興味がないです。いや、そういうオチですか。でも、はい、紹介したいことはたくさんありますよね。みんなやっぱり韓国って言えば明洞とかドンデムンとかダッカンマリとかソウル行くんですけれども、はい、僕は実家が釜山なんで、釜山はやっぱり観光の土地なんで、釜山に行ったら海もあるし、うん、長いレインボーブリッジみたいな橋もあるし、うん、砂浜もあるし、そして刺身が有名なんだろうし、で麺も有名だし、でクッパ、手作クッパは僕大好きなんですよ、うんうんうん、そしてしか500円しか安いし本当に美味しいんですよ。いやいや、全然美味しいですよ。すごく釜山にいつも皆さんにおすすめしたいんですよ。ねえ、はい、おいそさいそうだよね。そうそう、おいそさいそうぽいそう、ねね、あの、うん、方言でね、そうです、来てみて買ってっていうのを、おいそさいそう、あ、おいそ、え、おいそが来て、さいそが買って、はい、見てがぽいそうだよね、はいはい、そしてやっぱプサンはなんか、まあ、田舎ではないんですけど、やっぱ地方だから、まあ
象、人の情が強いです、うん、なんか、はい、だから安くしてくださいって言ったら安くしてくれるし、ちゃんと、うん、ちゃんとね、いいとこだと思います。いや、すごいすごいすごい、はい、やっぱりプサンも最近本当あの海辺とか綺麗でね。そうなんですよ、海がすぐ見える、まあ、ここがカフェだったらここが海みたいなとこもたくさん今、ね、でも作られててね、でも高い。いや旅行だからさ、旅行でいいか、みんなある程度お金持っていくからいいんじゃないかな。濃い人たちで700円使う。いや僕の考え、日本も同じだよ。そうだよね、日本もっと高いです。僕はいや、コーヒーは自動販売機のコーヒー。なんでここで日本に進むの。すいません。はい、まあ、これだけね、日本と韓国のことをですね、はい、愛してそして活動している3人、まあ、5人ですからね、マイネームやっぱりいろいろな情報を教えてくれるわけですけど、これから、まあ、日本でもね当然活動していくと思いますけども、これからの活動計画、決まってることだったら教えてもらっていいですか。いや、もうたくさんありますよ本当に。だってみんな一人一人でもね、舞台やったりとか、はいはい、もうすごいじゃないですか。テレビの MC やったりとか、まあ、しかも日本語でね。今からは多分一人活動よりもチームの活動が多くなるかもしれない、多くなりますけど、はい、皆さんが知ってる工事もたくさんあるけど、まだ発表してないのもたくさんあるから、まあ、7月7日にウィンズフェス、皆さんも分かるし、はい、7月14日に僕らの60年のファンミーチングがあります。60年、はい、あれもう60周年だっけ。6周年、びっくりした。6周年、何歳なのかなと思って今。ごめんなさい。いや、やっぱり韓国だから日本語が下手になりますね。薄い、今狙ってたでしょ。しょうがないね。60周年。6周年のハンミが品川なんとかでやりますね。品川ステラボールで、はい、しかも MC が古谷さんで決めてるんですね。私です、はい、だってもうデビューの時からね。まあ、ずっとですよ。そうですかって。そうです。よろしく。なんでいきなり握手されてる。それで一番大事なのが、はい、7月25日にマイネームが、はい、アルバムを発売します。お、はい、この日日本デビューの日じゃなかったっけ。そうです、はい、そうだよね。マイネームの誕生日なんですが、うん、まあ、本当にいろんな曲を今レコーディングはもう終わったんで、うん、別々一人ずつのソロ曲もたくさんあるし、新しい曲にチャレンジしたいなと思って、ちゃんとユニバーシャルと話しながら、はい、細かい情報が出てきましたけども、日本の大ユニバーシャルと話しながら、はい、大ユニバーシャル頑張ってやってるんです、ね。そして8月11日と12日、メンズパニック、プロモート見るね、メンズパニックイベント幕張メッセでやります。へー、いや、これ、わあ、すごい。メンズパニック？メンズパニック、はい、なんか今までメンズフェスをたくさん出てるんですけど、はい、メンズパニック、いや、どのぐらいパニックか。すごいですね。ちょっと待って、ああいう意味ですか。男の人がみんなパニックになるイベントなのこれ。男たちを見て見に来くれる女性の方がパニックになるって。あ、そっちの方なんだね。わからないですかっこよすぎて。あ、かっこよすぎてね。あ、僕はピクニックだと思った。いや、ピクニックじゃないですよ。ピクニックじゃピクニック、パニックです。パニック、そういうことメンズピクニックってずいぶん可愛いイベントになっちゃいますよ。もうレジャーシート引いてこんなになっちゃって、びっくりしました、まあ、はい。そして8月24から26まで、はい、僕もアルターボイズというミュージカル、僕一人なんですけど、マイアマ・アンフィッシャーさんでミュージカルをやることになります、はい。まあ、すごくたくさんのスケジュールがあります。まあ、詳しくは公式サイトを見ればすぐ分かるんですけど、僕が言いたいことは、いや、マイネームがこんなに仕事をつながってダダダダダダやれるようになったのは、本当に朝から今日切ってくれるマイクロ皆さんのおかげだと思うんで、本当にありがたいって伝えたいんです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、韓国出身アーティストがこれだけやっぱり日本で活動しているってことは、日本のファンのみんなに向けてね、一生懸命、活動してきてくれたからこそだと思ってますんで、うん、これからも日本と韓国の橋渡し的にね、頑張ってほしいなと思いますけれども、はい、うん、じゃあこの後もまだね、歌続くんですが、これから韓国行く人たちのために、韓国にしかない魅力ってあるじゃないですか。さっき情っていう言葉が出てたけど、ああ、韓国人のセヨンがいます。あ、うるさいよ、めちゃくちゃな、あ、これやってんじゃないですか。純喜お兄さんやってください。はい、ちょっと言ってもいいですか、セヨン。お願いします。はい、韓国
韓国は、はい、ちょっと최진이言って韓国は、yeah. 夜まで遅くなる時間まで、お酒いっぱい飲める日本もできる、うん、そしてそしてはよかっこよどこ綺麗よないっぱいです日本もたくさんいるああミルクありますミルクあるはいお願いしますなんか綺麗なカフェがいっぱいあります日本もたくさんあるあ、いてきてください。はい。いてきてください。やっぱり韓国の魅力は、ね、韓国的な建物もたくさんある場所がソウルにもあるし、うん、で、買い物が安く、どんでもに買えるし、うん、そして皆さんが大好きなダックあんまりがいっぱいあるし、はい、明洞に行ったら、日本人のお客さんのために日本語がペラペラなアルバイトさんがいっぱいいるってこと。いるね。はい。本当に。そうですよね。確かにちょっと初めて。わかりました。はい。セヨンに大きな拍手お願いします。だから、ええ、韓国人通して日本を見たら近い国に、うん、本当にいいなんか福岡とか大阪とか宇治山とかいっぱい行くとこあるんじゃないですか、はいはい、このぐらい韓国もいっぱい行く場所がたくさんあるんで済州島もあるしそして近いんじゃないですか2時間で行ける場所を他の国っていうことで旅行が簡単にできることは本当に日本も韓国も両方嬉しいことじゃないかなと思います、うんうん、だから韓国にたくさん来てください、はいね、気軽に手軽に時間がないってはい、わかりました、はい、わかってます、すいませんでした、はい、じゃあお願いしますわかってますなんか僕、はい、やっぱりこのイベントするとなんか MC のカードあるんじゃないですかあれ見てるやつ、はい、全然この通りにやらないですね古谷さんってだから今ちょっと質問がいろんなことありましたよありましたよ元々、はい、でもその質問が全然出てなくて東京ドームなんとかだから日本の野球とかスポーツとかも書いてるでしょ、はい、個人のなんか就寝のなんか食べ物のおすすめ食べ物とか、はいまあ、だっていらない情報かなと思ってあそうですよね、うん、やっぱりさすが野球好きですかってここで唐突で聞くのおかしいじゃないですかねそれはそうだよね、はい、はいはいはいさあじゃあこの後引き続きまたマイネームのライブで盛り上がっていきたいと思います、はい、じゃあパーティー気分でお願いします、はい、古谷さんに大きな拍手お願いしますはい東京だから読売って言いたかったんねじゃあ皆さん次の曲は皆さん本当に一緒に盛り上がっていきたい曲なんですまあ時間的に早いと思いますけどまあ時間と音楽は関係ないと思うんで皆さん盛り上がっていきましょう、はい、次の曲聞いて皆さん、続けて。いや。マイネーム初めてですか？いや、男前。いや。今日来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。なかなか男前がさ、一番目の前に一列に座るのは難しいんですよ、皆さん。これからもマイネームでよろしくお願いします。はい、皆さん、マイネームはこれからも活動たくさん。そこでいるんで、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。そして、ソロ活動なんですけど、一個宣伝していいの？はい、ちょっとやってもいいです。めちゃくちゃやってはダメと思いますけど、21日の僕が今、テレビ東京で、カツラというプログラムの MC をやってるんですが、あの子たちが最後のステージをやります。あの時僕はメインの MC になって、そして自分の一人のステージもあると思いますが、皆さんぜひ来てて、僕と一緒に遊んでほしいなと思いますが、ぜひ来てください。そして、今のいっぱいスケジュールの中でもまだ発表してないのが明日また発表になりますが、まあ、明日の発表を皆さんぜひ期待してください僕らは本当に嬉しいんですね皆さんたくさんいるようになってなんか今年いっぱいですよもう今年に飲んだでも今日は韓国に出してきてね明日の8枚なんですか言っちゃダメだね僕だけ分からないか分かった少しだけヒントを今まで出たことあるイベントにまた出ることになったあー結構出るのが難しい皆さん簡単に来れる場所なんだろうし、うん、絶対分からないよでもさ今日は
皆さん、皆さん、韓国に来てねーって言ったから、分かった？じゃあ一緒にやろうこれ。で、次の、これが次の曲のきっかけになって、次の曲出してください。皆さん、皆さん、韓国に来てねー。じゃあ、挨拶します。皆さん、今日僕らが韓国の代表で皆さんの前で歌って本当に嬉しい気分でステージをやったので本当に本当に嬉しかったです。え、ま、MC あるの？あーし、早く言ってください。台本通り進めさせていただいておりますけれども失礼しました。どうもいや、みんなにね、一言ずつ、一人ずつメッセージを欲しいなと思って。はい、はい、まず僕はマジで韓国にぜひ来てください。そして僕たちが最近アルバム の, いろんな準備をやってるんですけど、はい、みんな楽しみにしてってください。めちゃくちゃいい曲いっぱいあります。はい、期待してください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ準備お願いします。はい、やっぱ今日のなんかメインは僕7月25日から出すアルバムだと思います。皆さん、このタイミングでイエーイ、はい、盛り上がっています。はい、今回アルバムよろしくお願いします。はい、皆さん韓国にたくさん来てください。ここ外も僕行ってきたんですけど、いろいろ可愛い写真撮ればいい場所もあるし、韓国になんか説明をちゃんとしてる場所いっぱいあるんで、皆さんイベントも楽しんでください。韓国、僕ら日本で活動多いんですけど、韓国も本当にたくさんの行ける、そして楽しめる場所がたくさん多いと思いますが、皆さんぜひぜひ韓国にたくさん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 来てください。僕らが日本たくさんたくさんたくさん来るから、皆さんは韓国にたくさんたくさん来てください。そして、まあ、やっぱり準備が言った場合に一番大事なのは7月21日の僕のソロイベントだと思いますが、ぜひぜひたくさん来て、あ、違う、これ25じゃなかった、25日のマイネームのアルバムを皆さんぜひ楽しみにしててください。これからも皆さんのために、韓国のために、日本のために頑張るマイネームになります。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。マイネームの皆さんに大きなアクションお願いします。終わり。いや、そうですよ。はい、ちょ、ありがとうございました。1個いいですか？1個いいですよ。ちょっとタオル。え、なんでタオル、なんであげてもらうの？え、それ貸してあげただけ。はい、タオルがなくて初めて見ました。アーティストが渡したタオル回収するの かわいそうじゃないですか。手でやると。あ、そうですよね。でもただあ、分かった。はい、回収させていただきました。ありがとうございます。会社の問題です、すいません。会社の問題。すいません。じゃあ挨拶しましょう。韓国を見に来てください。挨拶しましょう。はい、今まで We are My Name。 ありがとうございます。ありがとうございました。 My Name のみんなに大きなアクションお願いします。ありがとうございます。じゃあね。ありがとう。ありがとうございます。え、買えない？僕まで帰っちゃったらどうするの？ずっと MC する？ずっと MC しますよ。いや、この MC は俺もやれるよ。